隊からトラックを積み荷ごと回収してくれ。輸送トラックの現在位置は不明だが、これを護衛する予定の部隊を諜報班が捕捉した。 PF の護衛部隊はサバンナのノバブラガ空港跡、その北にある監視所に駐留中だ。まもなくターゲットと合流するだろう。まずはその監視所に向かってくれ。護衛部隊を追跡すればターゲットのトラックにたどり着くはずだ。ミッション領域内での回収を頼む。ターゲットの詳細は端末で確認できる。おはよう諸君。クエクゼルのゲハ戦争に終止符。メタルギアソリッド5ファントムペイン、エピソードは16です。リクエストシリーズということで、皆さんがね、手こずったエピソードをお聞かせいただいて、それをよいしょ、おいちゃんがね、やっていくというので、今回からスタートします。最初はエピソードの16。基本 S を目指しますが、まあ S 行かなくてもね、動画を上げてきますので、参考にしていただけたらなというふうに思います。で、ここはね、トラックをね、回収するミッションです。で、中にね、もうネタバレになりますが、核燃料がね、入っているトラック、非常に危険ですね。そいつを回収しに行きますが、最初はね、どこにそのトラックがあるのかわからないので、こうやって、情報をね、探すというところからのスタートになります。最初のこの基地をね、そうそう、監視所ね。護衛部隊がいないからね。今マーキングしたのが4人か。もう少しいるんだけども、基本全員排除。もちろん非殺傷だ。護衛部隊がいない。一足遅かったか。何かターゲットにつながる手がかりはないか。監視所内を探してみるんだ。わかった、探そう。しゃがめばね、敵は意外と見つけることができない。今そこにいたな。アナリシスコンプリート。テントの裏に気配がする。声がするな。いた。いたんだが、今動くのは危ない。少し待て。待て。OK、待て。小ドンパチやってもいいが、通報される前にね、敵を仕留めないといけない。まだだ。ゆっくりゆっくり。こいつからだ。通報される前にやる。オッケー。来る。オッケー。そこにいるな。顔出せ。
ケイ。回収しよう。了解、回収する。お前もな。ここに情報がある。端末に護衛部隊の予測経路を反映する。追跡してくれ。分かった。いずれターゲットと合流するはずだ。とりあえずね、この辺のやつは全部回収しましょう。馬をね、呼んでおいて。受け取った。あとは任せろ。でね、おいちゃんはね、ここ。ここね。ここで待ちます。マーキングして。で、今からね、A のポジションで、先回りします。ここがポイントです。で、A にね、何人か敵がいますんで、彼らをね、排除します。排除してですね、まあ、いなくなったところに、まあ、敵の輸送トラックと、戦車ですか、タンクが来ますので、それを待ってね、来たところをまたこそっと行くという感じですかね。まあ見といてください。今からやりますんでね。まずは敵の確認。こいつここにもいる。上にもいるな。 OK。 あ、そこにもいる。これだけか。で、ここのポイントはね、左の建物、平屋のね、あの裏からね、じわじわと、この敵、全員を排除します。ただ、敵が近いんでね、普通に CQC で攻めるのは厳しいので、お、危ない危ない。ちょっと鏡ましょう。まあ、できたらね、スタン系のグレネード。これがね、あれば、少しだけね、いっぺんに敵さんを固めることができますので。こちらはスモークが好きなんで、スモーク使いますが、まあ、何でもいいんですよ。それで敵をちょっと錯乱というか、固めといて、仕留めると、おいたな、いう感じでいきましょう。OK。弾一発損したね、今。じゃないね。オッケー。あいつがあのままにすると、まあ、見つかりますんで、基本ここは見つかっちゃダメですよ。ここはね、必ず見つからないように行ってください。敵が警戒すると大変厄介になりますんでね。見つからないように、見つからないように。Okay、今こいつもね、回収しましょう。まあ、これは全体的に言えることなんですが、距離がね、30メートル超えていれば回収しても敵は気づかないんで、これを目安にね、ジャンを回収するようにはしてます。さあ次。了解、回収する。今このテントの向こうにね、3人ぐらい固まってるでしょ。これはね、一人一人 CQC はちょっと難しいんで、できましたらスタン系のグレネードを使いましょう。まあちょっと見といてくださいね。こいつはこっちに引きずり込めるか。いやでもダメだな、こっち向いてるな。あの10メートルのやつがこっち向いてるからダメですね。
で、テントの中のね、物は倒さないように。音がしますからね。一発でバレます。これですね。このスモークグレネード。これで少しちょっとスタン状態にしましょう。ちょっと遠かったか。手前にも落とそう。よし。これで5歩いってるからね。もう一発。今の監視台のやつがね、ちょっと気づいたようなんですが、バレた。頭はこの辺が。OK。スモークグレネードはすぐにね、目覚めるんで。すぐに撃てるような感じでね。そうそう、こういう感じで。で、今降りてきたから、あいつもスタン状態にしましょう。もうね、今、サプレッサーが切れた状態ね。これ、届くかな？無理か。これどうだ？聞くか、これで。聞いたね。よし。こいつは CQC で、締めましょう。そんな情報はもういらん。これで制圧しました。すべての敵兵をここもクルトン回収します。残しておくとね、後でまあ説明しますけども、残った兵士がね、ゾンビ系のね、敵になるんですよ。それも厄介なんでね、極力敵の数を、減らしての準備という感じですかね。はい、これでね、今から敵さん、ご一行がね、来るのを待ちますんでね。あ、そのお花があるね。お花でも積んで待つか。お、来たね。敵ご一行が来たぞ。はい、ちょっと待ちましたが、時間はね、余裕がある方がいい。ここでちょっと待機しましょう。このやっぱり建物がね、ポイントになってきますので、この建物の裏側でね、このように、敵をやり過ごす形で待ってください。ここは待ちます。あの戦車に注意ね。で、今から少し、ポイントを話していきます。まず戦車ね、今この状態で近づくとバレますんで、必ず近寄らないようにね。はい、で、近寄るべきところはですね、あの真ん中のあのターゲット、こいつね、こいつに近づきます。はい、実際はフルトン回収するんですが、できるだけね、そーっと近づきましょう。すると、ちょっと待ってね、まだ、お、これね、はい、スカルズが出ます。来たな、スカルズで。スカルズが出ると逆にチャンスなんですよ。これでね、もうこの車両は動きません。これでもう固定です。もう出ることありません。スカルズ、連中まで警護に当たっていたのか。そうだ。やはりこの積み荷はサイファーに。で、できるだけスカルズにはマーキングと。もちろんね、他の敵さんもマーキングは必要なんですが、ちょっとあれ、引っかかった。よいしょ、OK。では次のポイントね。スカルズをですね、引きつけます。で、基本スカルズはね、見つからないと本当にのろまなバカなあの敵さんなんで、他の敵との違いはね、見つかってなくても徐々にスカルズは近づいてきます。この特性を実はね、利用するんですよ。まあ見といてください。簡単に言うと、少しね、敵さんに見つからないようにしゃがんだり、まあ匍匐したりとかして、あのターゲットのね、トラックからスカルズをね、離すんですよね。
ゆっくりゆっくり。ゆっくりで構いません。ここは時間かけても構いませんので、スカルズをこのように引きつけながらね、できるだけ、あの車両から離してください。ここでね、焦ってグッと行くとね、ダメなんですよ。すぐにやられる。で、途中で見つけた敵はね、すぐに、マーキングしておいてください。で、さっきね、このキャンプに来た時に敵回収しましたけども、しておかないと、ここにプラスね、最初の何人かが、敵さんとして、加わりますんで、非常にめんどくさいです。だからまあ、回収しておいたということですかね。はい。大砲もね、もう撃ってきません。見つからないと、このようにしていけば撃ってきません。大丈夫です。余裕があればね、戦車も回収できるんですが、今回はちょっと、解説動画なんで、回収はしません。あくまでね、ターゲットのクリアを、まあ、目指した解説動画。まあ、できたら S も狙いたいんですが、まあ、今回はできればいいかなというレベルでいきましょう。ゾンビの声怖いね。ゾンビというか、生体中か。まあ、たまにね、このように、敵の位置をね、確認しながら、チャンスを待ちます。そろそろいいな。来たね。かなり丸から、黄色い丸から離れたでしょ？行くぞ。ここはぐっと回ります。ぐっと回ります。かなりね、スカルズはもう離れてますんで、今から車両にね、向かいますよ。お花も積みながら ね。邪魔な敵は排除していていいんですが、よいしょ。できるだけね、もう、今やりましたけども、排除しなくていいです。見つからない程度に行きましょう。余裕があれば、ここにね、戦車もいたと。気づかないんだね。こいつ邪魔な。こいつはちょっと、バレたか。あ、バレた。やばい。しまった。バレたな。しょうがない。バレたらバレたで、スカルズが来ますんでね、もう先に回収しちゃいましょう。よいしょ。 OK、 あとは逃げる逃げる逃げるったら逃げる。回収。よし、逃げる。ターゲットはね、これで、取りましたが、馬を呼んでね、今から馬に乗って脱出しましょう。待て、よいしょ。おそらくスカルズがね、追いかけてきますんでね、巻くように走ってください。で、本来はね、あそこで、見つからなければ余裕で、終わりという形になるんですが、今回ちょっと見つかったんでね、少し巻きましょう。で、スカルズ走っていきますが、ちゃんと逃げればね、そんな死ぬことはありません。円を描くように、走りながら逃げましょう。ただ、霧があるんでね、あとはまあ、端末を見る暇がないので、どっちに行けばホットゾーンを離脱かっていうのはよくわからないんですが、こうやってね、滑らかにかわしながらで結構です。逃げましょう。慌てずに逃げましょう。意外とね、死なないんで大丈夫ですよ。よっ。しかし
早いね、エスカルトね。だから負けんぞ。お、逃げろ。シマウマ逃げろ。戻ってきた。オッケー。はい、今回はね、このようにエピソード16をプレイしましたが、いかがでしたでしょうか。ミッション完了だ。ボス、見事だった。まあね、S は取れないと思うんですが、まあまあね、A は、取れました。はい、こんな感じでエピソード16をクリアしていただけましたら、いいかなというふうには思います。またね、どのエピソードで詰まってるか等々のリクエストをいただけましたら、おじゃがね、クリアしていきますので、ご参考いただけたらなというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それでは諸君、ボス、回収したトラックの積み荷を調べた。またを中身は大別して2種、1つはドラム缶詰の濃厚石だ。